こんにちは、デリッシュキッチンです。フローズンヨーグルトを作ります。ボウルにプレーンヨーグルト 200g、 牛乳 50g、 砂糖 40g、 レモン汁大さじ1を入れ、よく混ぜ合わせます。密閉容器に入れ、蓋をし、冷凍庫で1時間冷やしましょう。取り出し、中身をかき混ぜます。再度蓋をし、冷凍庫で 2、3 時間冷やしましょう。取り出し、再度中身をかき混ぜます。再度蓋をし、固まるまで冷やしたら完成です。混ぜて冷やすだけの簡単レシピです。